こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、カメリアヒルズカントリークラブ、アウトコースの8番ホール。レギュラーティーからピンまで500ヤード、ロングホール攻略を紹介します。当ゴルフ場は、アース・モンダミンカップを、2023年6月22日から6月25日まで開催します。8番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、杉木立に囲まれたとても美しいロングホール。わずかにスネーク状なのでグリーン方向に見える木を目印にしましょう。セカンドショット、残り110ヤード地点にあるマウンドを越せれば花道が広がります。グリーン奥の OB は浅い。サードショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの8番ホールはパー5、レギュラーティーからピンまで500ヤード、ハンディキャップは5、杉木立に囲まれた、とても美しいロングホール。難易度は、18ホール中9位。平均スコアは、6.35。平均パット数は、1.99。客切りの人は、4オン2パットが無難です。アウトコースの8番ホール。パー5、レギュラーティーからピンまで500ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、杉木立に囲まれた、とても美しいロングホール。わずかにスネーク状なので、グリーン方向に見える木を目印にしましょう。アウトコースの8番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、残り110ヤード地点にあるマウンドを越せれば花道が広がります。グリーン奥の OB は浅い。アウトコースの8番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていきましょう。アウトコースの8番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。カメリアヒルズカントリークラブのゴルフ場予約はこちらからクリックしてください。次回はアウトコースの9番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。